皆さんこんにちは、海森琴です。琴は日本の香川県にあるバス会社琴平バスでバーチャルツアープランナーとして活動しています。大阪から和田国坊バスに乗って琴平町へやってきました。コンピラ参道口でバスを降ります。この和田国坊バス、ラッピングもとても素敵です。ここから参道です。この先にはコンピラさんの名で親しまれる琴平宮という神社があります。参道を少し歩いてみましょう。飲食店やお土産屋さんがありますよ。こちらは1789年創業の蔵元、金寮です。売店や資料館などがありますが、入り口では 1.8 リットル瓶670本分のビッグボトルが出迎えてくれます。こちらです。一緒に写真を撮るのもいいですね。先に進むと、昔コンピラさんの天狗が休息したと言われる大楠の木と、周りには酒造りについての資料館があります。資料館では江戸時代を基本に酒造りの作業に従って桶、樽、こも樽に印こも、網田、船などの酒造り道具を展示しています。こちらの資料館無料で入れるので、次回来た時はじっくりご覧くださいね。参道へ戻っていきましょう。続いて右手に四季島館という旅館が見えてきました。無料で足湯を楽しむこともできるので、旅の疲れをこちらの足湯で癒せますね。そしてこちらが中野うどん学校です。香川の名物はさぬきうどんですが、そのうどんを粉から作る体験ができます。お土産もたくさん売っていますよ。オイリーソフトクリームも販売しています。カラフルで可愛い丸いのがオイリーです。オイリーは香川に伝わる伝統の嫁入り菓子で、口に入れるとふわっと炊けますよ。讃岐うどんが名物の香川県ですが、琴平町はうどん屋発祥の地でもあるんです。参道にある虎屋は創業400年を超える老舗のうどん屋で、今年2023年にリニューアルオープンしました。いろんな種類のうどんがありますね。今回はちくわ天と一緒にうどんをいただきます。とっても美味しそうですね。新しく生まれ変わったとらやですが、実は以前とらやは旅館でした。このように旅館だった当時のものを内装として飾っています。趣があって素敵ですね。お腹を満たしたところで次のところへ行きましょう。この階段を785段登っていくと、琴平宮御本宮に行けますが、少し道をそれて今回は旧コンピラ大芝居、通称金丸座へとご案内します。こちらが金丸座です。早速中に入っていきましょう。入り口は狭くなっているので、頭をぶつけないように気をつけてくださいね。中に入ると履物を預ける下足場があります。昔は履物を預けると木札を渡されていました。そしてこちらは役者が登場する場所、戸屋です。
舞台までつながっている通路、花道がありますね。役者はここを歩いていきます。私たちも役者気分で歩いてみましょう。両側に客席が広がっています。四角のマスに区切られていますが、昔はこのマス一つにお客様が4人入れて、1階席、2階席合わせて700名ほど入れるようになっていました。コロナ禍でしばらく中止になっていましたが、毎年春にここで実際に歌舞伎が行われていました。舞台裏も見学できますが、それはまた来た時のお楽しみ。そして、琴平宮がどんな神社かも実際に現地に来て確かめてみてくださいね。琴平でお待ちしております。